いや、マジでいいから。いや、こんなね、俺らやってもらったから。えそれやったら、ぜひ、これ。いや、って、俺は。俺が考えたやつやから、いいよ。いやいや、それはもう、ガードマンにも、ぜひやってほしいなっていう、この気持ちで。いいんすか？いや、もう、ぜひやってほしいっす。賞味。マジでやってほしいっす。俺、ほんまに使い切れるよ。10分以内に。平気な顔して。普通に。いい？ほんまに？いや、ほんまにやってほしいっす。え、これ、どっちの回なの？え、これ、俺っす。エヴァイ君ありがとう、ほんま、ありがとう、ほんま、ほんまね、もう両方ちゃうねん右と右でいってんねん。もう、でもガード前やったら、はい、その別に、俺振ってるわけじゃないけど、それ普通の、なんかモナリザみたいに、くっつかいましたーとか、ね、くっつかいましたー、時間切れ、自腹ー、うえーお母さん、シッだーとかならへんから、ならないっすね。ごめん、よかったっす。なかった。とりあえずやっていきましょう。まだちょっと時間計りますね。いいっすか。はい、1万円チャレンジいきます。いきます、スタート。今始まりました。おい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 、いきなり占いはいくな。どんだけ将来不安やねん。頼むわ。お前こっち。じゃあとりあえず、とりあえずでもちょっと今フリーザどこにおるか聞きたいね。なんやねんそれ、亀仙人のお姉ちゃんやねん。なんでそんなに、そういうのじゃないから、うん、とりあえず行こうか、はい、ごめんな。とりあえず、服とか欲しいけどな。服、やっぱ服。あ、やっぱ服が欲しいね、俺は。まあ10分の余裕やから賞味。賞味10分、まあ、時間かけてなんかわちゃわちゃわちゃやってんのがもう謎。大丈夫かなって俺からしたらな。正面 俺ら撮ってんのどう思ってた。え、ガードマンカメラ持ってたやん。あ、ほんま無能なんやな。あ、ノームやノーム。あ、悔しい。うん、いつオールマイト組むやろって。もうとりあえず、はい、どうしようかな。どうします。撮影したいからさ、はい、どっかいいとこないかな。動画のことも考えてくれる。動画のことも考えながら歩く。ちょっと歩くスピード速ない。急いでる男って出さない。いやちょっとね、ジャイアンの歩幅ぐらい。あ、ちょっとこっち行こうか。こっち行きます。うん、気ぃつけてな、後ろちゃんと見て。優しい。スタッフに対する優しさもある。うん、これが余裕や。どうしよっかな。1万使い切る男、肩でも風切ってる。もう竜巻起こってんもん。どうしよっかな。後ろでモナリザがもう夢なら覚めないで。いきなりの竜巻行ったということで、どっち行きます。同じとこ来たね。一緒の通りっすか。まあでもこっち戻ったら僕ら一緒のとこ。ああ、こっち戻るわ俺。戻ります。ああ、お前らと同じとこで全く違うのですよ。ああ、なるほど。同じ場所でも面白いんやぞと。ああ、同じ場所でも面白いぞって。なるほど。俺はなるほど。もうだって今1000文字突破したもん。1000文字言葉。ああ、もう喋り数が違うと。モナリザ30で終わってた。いや、リアルガチ。リアルガチやね。口ずっと入ってた。なんかないかなと思って。ほんで今で10分経過です。え。そうです。そうです。びっくりした。えって、えぐい顔してた。で、とりあえずちょっと俺ちょっとコアの店行くわ。ちょっと気になるから。なんか記憶はちょっと待ってね。ちょっとカメラ入れないんで。なんかこう来たことない。多分ないっすね。いや、なんか俺耳覚えというか、なんか記憶にあるんやけど、もう気のせいか。あります。いや、余裕である。普通になんか多分俺行った店かなと思ってる。今何分ですか。今これです。今3分13秒です。全然余裕っすね。案外ね、最初はね。はい、僕の時はもうマジでもう惜しかった。いや、お前の時は正味絶対無理って分かってたもん。食うのに時間かけすぎてね。でもほんまに飲み込めなかったんですよ。だから2位も行ったのがそうやったな。まあね、俺よりはいい使い方してんじゃん。はい、うん、500円しか分からなかったっす。俺なんかほんまにもう無駄に使いすぎた。もう来ますかね。あれ、ちょっと待ってくださいね。めっちゃ早い。あれ、買ってきました。いや、ブラザー大きいの買いに来てる。ブラザー、あの、買いました。1万円です、この人。まあ、買ってきました、僕。こちら買ってきました。こちら買ってきました。かぶっとんよ。え、なんか身に覚えなかった、それ買った時。これ、G 読んで100バーリーガルって書いてる。かぶっとんよ。
同じのガットに俺のとかぶった記憶ないんかな、カメラ回すの必死すぎて、なんでこっち側の人間だってかぶったって言ってかぶってんねん、なんでこっち側の人間だってボケる側に入ってお前がツッコミやお前が、まあこれが余裕、あまあまあまあね、うん、まあまあまあそのワンボケ大事なんで、ワンボケ挟んでこっからって感じっすかね、こっからが本番でーす、うん、何のチームやねんそれどのチームのギャング、おお聖火ランナー、オリンピックの聖火ランナー、いやジャマイカを掲げてるマラソン選手ボルトや、とりあえずね、はい、これつけることによって、顔全体がモザイクかあと即死続けますとりあえず、どうしようかな、首しまってるから死にそうやな病院ですか、あれスタート地に戻ってきましたよ、ちょっとマジで行きたいとかが一瞬いかして、一瞬でもう場所はほとんど決まってると、これ1000円やったから、まあもうほんまになんつうんですかね、あの俺が欲しかったものは今から買いに行くからそれ楽しみにしてよねって話、席やねとりあえず俺はあそこ行く、あーすごい逆光で何も映れへんラビ渋谷、うん、今6分やから、うん、あもう体内時計も完璧、そうっす時間見して天才や、うん6分やね天才おる天才おる一人電車おる、まあ、とりあえず信号待って7分ぐらいかな、まあ、3分で買いましょうレジの状態とかも読めてんすか、レジの状態は2分そして商品を選ぶので3分オーバーとりあえず風強い、風強いですね、コンプラ男やで、ね、今コンプラ男なんよ、ずっとコンプラ男だ。でも店内入れないんで。店内入れないから待って。外で待っときますね。俺もガチ急がないやばいな。自分あるよな。同じことなんだ。マジでちょっと待っといて。はい。時間かけてなんかわちゃ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 やってんのがもう謎。大丈夫かな。俺からして。マジでちょっと待っといて。はい。行きましたね。はい。でももう今何分？あと2分30秒はい庶民いけると思う、絶対無理でしょ、無理やなこれ、電化製品ってことやからおもちゃとか売ってるから、え残り何も残ってるんですか、あれ1000円から9000円、逆に使おうとするのむずないですか、9000円やったらイヤホン、イヤホン俺この前イヤホンかな、何やろ、いやもうあと残り1分ですよこれ絶対買われん、絶対買われん、しかも多分並んでるんすよ、100% 買われん、これで間に合ったらマジで僕あいつのことも褒めたたえるっすよ、一生俺的には間に合ってほしい、オチが被るから、あと40秒、終わりやろ、絶対間に合えへんす、終わりやろ終わりや、あと30秒、はいはい、もうカウントダウンしてるつもり、これはひどいです、これひどい結果になります、あの余裕の男がまさかのあと20秒、これはやばい、間に合ったら逆にすごいっすよ、はい、あと10秒です、9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、間に合いませんでしたギリセーフ、何やっちゃう、6秒過ぎてるって、え、勝ったら終わりじゃないの、過ぎて4秒やってん、俺レジも行ってるから、レジから降りてきてるからこっち、これはどういう、モナリザスが決めていいね、マジで言っていい、レジ12回、うん、あレジ12回やし、だいぶ前に終わってる、正味2分残しで行ってもマジで、まあ、一応買った商品、買った商品はこのイヤホン、あイヤホン、これが3000円、読み通りです、で、これ7000円の愛情だとじゃあオーバー、オーバー1万1000円、はい、自腹切ります、忘れてたこれ一人オーバー忘れてた一人オーバーだよ、うん、アウトなんで、2倍で2倍プラス、10倍なんで46万円だけ口座に振り込みお願いします、うん、でその前にちょっと引いてくるわ
聞いてくる。ごめんな。バイバイ。